で、屋敷駅は、兵庫県天ヶ崎市地区谷町2丁目にある、阪神電気鉄道本線の駅。駅番号は、HS10。北口かつて A 字の看板がついていたが、現在は、撤去されている。ホーム相対式ホーム2面2線を有する高架駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札口は2階でホームは3階にあり。 ホームは線路部分も含め完全に天井に覆われている。改札口は東西に各1カ所。実際には構内に乗り場、番号表記はないが、公式サイトの構内図では、上りホームが1番乗り場、下りホームが2番乗り場とされている。ホーム有効長は、阪神車両8両編成分で、近畿日本鉄道車両の6両編成は、停車可能。 ただし停車する営業列車は4両編成のみである。日中は上下とも毎時6本が発車する。2019年時の1日平均乗降人員は12,677人である。近年の1日平均乗車、乗降人員数は下表の通り。リベルで屋敷公園甘が崎天満座一時、休館前あたり駅から東方の甘が崎駅にかけては、 天ヶ崎市の中心部であり、駅北の出屋式商店街は、1990年に再開発され、阪神本線が高架化されるまでは、天ヶ崎駅まで線路際に露天商が立ち並び、駅周辺は南部工業地帯の労働者向けの簡易宿所や飲み屋、パチンコ店など、陥落施設が雑居するアーケード付きの商店街であった。 1980年代に入るまでの最盛期は、南部工業地帯の労働者に支えられ、深夜まで人通りが絶えなかった。1990年の再開発後は、ほとんどの商店は立ち退き、バスロータリーとなった。残る商店は、公団のリベルに入居したが、2000年代以降も営業している、店舗は1割程度である。立ち退きにかからなかった商店によって、 規模は縮小したものの北、東方へ、商店街が残存し、天ヶ崎中央、山は、で屋敷商店街としてつながっている。ただし、当駅周辺は、不況と商店主の高齢化でシャッター通り化が著しく進んでいる。阪神バス、天ヶ崎スポーツの森線を除きすべての路線が、天ヶ崎市内線。 北口ロータリー内に阪神で屋敷停留所と甘がさスポーツの森線のみが停車するで屋敷停留所が南口の路上にある。ありがとうございます。